そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。まあ、そういうことで、来月なんですけども、前回もちょっとお話しましたけど、12月の7日の土曜日の、夕方6時半、会場7時ね、開演か、夜の7時から、私のバンドザ・ブッシュミルズの、単独ワンマンライブがございます。場所は新潟のね、駅の南口の方にある商店街という、これややこしいんですけど、商店街って、あちこちにある商店街と違ってね、笑う天国の天に、町、ね、めんどくさい方の町って書いて、商店街という、まあ、ある、まあ、ちょっとした会場があるんですけども、50人ぐらいしか入れないところなんで、今回40人限定のチケットを作っておりますので、まあ、実はまだ作ってないんですけども、もうすぐ売っていきますので、まあ、実はもう予約は始まってますので、皆さんもしよかったら電話でも予約できますので、前売り1000円でございますね。一つよろしくお願いします。ブッシュミルズハードロックオリジナルやっております。私も大好きな、いわゆるブリティッシュハードロックね、ずっと中学生の頃、小学校高学年ぐらいからかな、ずっと聴いてます。音楽に影響されて、そんな感じ の洋楽テイストあふれる、一応全部ね英語で詩作ってるんですよ。ですから、そんな感じのがもしよければ、もちろん、いろんな 3つぐらいこうコーナー設けてますんで、それ以外、全部がそういうのばっかりじゃない、いろんな音楽性ございますので、アコギもアコギのコーナーもあります。エレキ使うコーナーももちろんございます。盛りだくさんでやりますんで、一つよかったら見に来てください。本当にお願いします。ということでね、私がその音楽に目覚め、ギター弾いてみたいと思った、やっぱきっかけがやっぱりレッド・ゼッペリンであり、ね、その後のパープルであり、ゲリー・ムーア大先生につながるんですけどもね、ジミー・ペイジ先生ももちろん、ゲリー・ムーア大先生ももちろん、その他もう幾多の名ギタリスト、ね、スーパースターが使ってきたこのギブソンのレスポールです。今日ご紹介するのは、見てください、非常に程度がいいです。まずそれもそのはず、これね2017年製です。ついこの間で、ほとんど実はね、この前のオーナーさん買って新品で買われて使ってなかったそうなんですよ。ですからフレットもうほぼほぼ減ってないです。で、傷もほぼほぼないです。もう全然問題ない。これカメラちょっとアップして、2017年製のね、レスポールクラシックなんですけども、これ正確に言うと型番がレスポールクラシック T というモデルなんですね。ピックアップは57クラシック。そしてね、この型の特徴は、このペグがね、グローバーのこれロック式なんだよね。このただ入れてこれ巻いてロックすると、これ非常に便利です。僕これ一番好きだな。はい。本当に状態いいです。でね、めちゃくちゃ綺麗で、もちろんこの純正のハードケース、こちらもつくんですけども、まあ、綺麗だ綺麗だ、いいことばっかり言うとまだあれなんで、正直ね、欠点も一つあるんですよ、これ。まあ、この年式なのか、この個体なのかわからないんですけども、まあ、この頃、正直ほら、ギブソンやばい頃じゃないですか、正直。いろいろもうコストダウンしたのか、まあ、手抜いたわけじゃないんでしょうけど、後ろのね、ここわかるかな、このセンターにこれ つなぎ合わせるところあるでしょ。ここ、カメラちょっとアップして、この縦のこのライン。まあ、当然ほら、つなぎ合わせてるんだけども、このつなぎ目がこう微妙に触ると分かるんだよね。まあ見てもう角度によって分かるんだけど、ちょっとこの辺の作業はちょっと荒いよね。まあ残念っていうか、まあ、特に演奏性がどうとかってあれじゃないんですけども、まあ、気になる方はこれちょっと確認してくださいね。もう触るとね、確かに分かるのよ、少しだけど。まあでもこうやってしまえば見えませんので、まあその代わり表は全然綺麗ですね。一応3バストなんですけども、トラ目入ってないんですけど、角度によってこの辺がね、若干品よく入ってるんだよね、こっちだけね。これは素敵だよね。だから正確にプレーンではないです。ほんの少しここ目が入ってますよね。さあ音どんな感じでしょうかね。まずクリーンで聞いてみましょうか。フロントやっぱ重くて甘い音するね。でトーン、
ほら。さあ。軽くクランチいきましょうか。軽くね。ここでやったら怒られるんだよね。こんな感じ。フロントから。センター。リア。このくらい、こんな感じだと。だいたいマーシャル風のアンプシミュレーターでがっつり弾きますとこんな感じ。あ、出ました。これでフロントで、ね、誰かね、でもこれ気持ちいいね。もう一回やろうかな。感じでございます。ほとんどギター紹介というより私が楽しんでいる時間でした。どうもすいませんでした。まあでもね、本当にもう好きな人はやっぱたまりませんよね。もちろんさっきみたいにがっつり歪ませなくてもね、軽くの人も全然 OK です。クリーンでね、ジャズっぽくやるのも OK です。もうこのなんていうの、ギブソンのレスポールっていうのは懐深いギターですよね。いろんなジャンル、いろんな音楽性でその個性を試せるっていうかね、あなたの腕を試せます。よろしくお願いします。このハードケースもね、もう一応もう一回カッチリ見せますね。純正のハードケース見ますか。中にギブソンのロゴ入ってこうなっております。処理とかも当時の全部入ってます。さあこちらお値段なんですけども、びっくりするよ。もうほんと状態いいじゃないですかこれね。57クラシックついて、このグローバーのロック式ペグですよ。で、
これが本当状態良くて、お値段なんと、絶対やると思うな、もう電話急いで、税別で128,000円です。ギターフロンティアでした。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。